皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、けいこちゃんです。今日朝起きてさ、コンタクトレンズをパッパッって入れたんだよ。そしたらさ、右目だけあんま見えないんだけど、なんで？3年用のコンタクトレンズ使ってて、多分今年で5年目ぐらいなんだよね。そろそろ変えようかな、ワンデーにしようかなって話はもうどうでもいいんですよ。いやー、昨日はすごかったね。もうツイートはしていいよってね、ウィキシー言ってたんで、ツイートはね、してましたけど、いや、こんな写真ですよ。やばくないですか？俺がミクシーにいるってやばくないですか？こんなアンチみたいな、ね、元公式のアンチみたいなやつ、よく読んでくれたよね。うん。どんな動画かは、まだ言えないですけど、まあ、10月ぐらいに動画出るのかな、まずはその日程もね、わかんないですけどね、俺はね。うん、お楽しみにということで。うん。その後もね、M4 のみんなと一緒にご飯行きましたね。ヒカキンさん忙しくて、すぐ、帰っちゃったけど。うん、美味しかったな、ちゅうか。久しぶりになったよ、マジみんなと。モンスト関係の人と、マジで、もう付き合いなくなってたから、正直。うん、久々に会ったけど、相変わらずみんな変わんなくて。うん、よかったよかった。ペンペンはガリガリでしたね、やっぱりね。でも俺より食べてたね。俺よりご飯食べるんだけど、ずっと痩せてる。すごいよね。なんかある意味、羨ましいよね。俺食べたら食べた分だけ顔から太っていくからさ。顔、体みたいな順番で太っていくから、痩せていることが羨ましいよね。はい。ベラベラ喋りましたけども。そうなんですよ。今日は9月25日の月曜日じゃないですか。今午前11時32分。新島やまだギリギリグリーファン来てるんですよ。ていうか、なんで今更気づいたけど、重心化の文字の後ろと新島八重の後ろにいるこのラージャンみたいなやつなんだよ。なんだこいつ。この重心化っていう文字の後ろのラージャンダサすぎるだろ。なんでこっそりいるんだよ、そこに。うん。まあ、こいつをね、滑り込みで引いて、滑り込みこそが、ね、一番当たりやすいという証明をしたい、この動画で。うん。それに、俺の1億円ボックスとかでね、わけのわかんないボックスの中に、持ってはいないキャラクターが存在してはならない、本来は。まあ、こっちも持ってないんですけどね。こっちも持ってないんですけど、まあ、とにかく、こっちはもう出やすいから。ね。こっちは出にくいから。こっちっす。それでは引いていく！はい、引きます。いや、ちょっと待って、変顔したから余計に目が見えなくなった、右目だけ。右目のやつ見てほしいんだよね、星玉。これ、いきなり当たっちゃうんじゃないの？食べたんだよ、ホッシーをね。ストレッチ、いきなり来てもいいよ。でも、いきなり来ると動画の尺が短すぎるからさ、ちょっと、うん、考えてそこは。うん、いい感じで、うん、いい間を取って。おかしいだろ、お前、最初の二人。うわ、こいつ誰だっけ？こいつ誰だっけ？銀陽キラー持ってるやつだっけ？あ、じゃあ、幻陽だ、こいつ。こいつ自身が幻陽だ。超絶と一緒なんだよな。不思議だよな。さあ、溜まりますね。これ、選べるやつよろしく。はぁ、甘すぎたか。ストライクショットって言っても聞こえないからね。それはね。でも、鳴っててもいいんだよ。ちょっと待って、幻陽と幻陽キラー来たね、これね。じゃあ、幻陽と幻陽来たの。また同じこと言ってる、俺。幻陽二人来たんだけど、急に。やばくない俺。幻陽ガチャ引いてんじゃん、今。え？そんなガチャある？嬉しくないんだけど、幻陽ガチャ。ちなみに今、絶望してます。めちゃくちゃ絶望してます。正直、星玉にかけてた部分が、心のどっかに、脳裏のどっかに焼き付いてた。そこには存在した。でも、それが外れたとなった今は、もう、このまま終わる未来しか見えない。どうすんだよこれ。もう出る気しねえわ。目パチパチしない。プチュン。左2回転。花火上がってお願い。ああ、やばすぎる。絶望。ハゲが出た、ハゲが。わかった。じゃあもうラスト1万円よ、マジで。ここはね、俺の今の再生数じゃ
毎回3万円使ったら赤字になっちゃうんだよ、ぶっちゃけ。うん、ダメ。ここら辺がもう山よ、山、山ピー。これでおしまい。この40連で俺は必ず当てなくてはならない、当てなくてはならない、当てなくてはならない。かくて、しっ、黙ろう。ベラベラ喋るからうるさくて出てこないかもしれないから。まあもうこの画面行った時点で抽選は完了するんだからね。すげえいい引き、ねこれ。すごくいい引き。しかもなんであと30になるから、一巡するね、星玉が。やべえ。なんかこれじゃねえよ、これじゃない、ここだよ。ですよ、ですよ、みたいな。ああ、そうか。そこか。あそこか、限定は出てんだよな、意味わかんねえぐらい限定は出てんだそこか、俺のご飯が届いた、ありがとう、ウバイツの配達員さん感謝ここだよ、ここ星玉白浴びき、ケロンしか出ない。白浴びき最高。マジか。で勝利。うわ。マジでありがとう。やったー。自力で引けなかったー。嬉しい。嬉しい。チェッ。もういいよこれ最高。うーわ。これ来た。滑り込みでよかったわ。気持ち悪い。滑り込みでよかった。マジで。こいつ進化させるわじゃあもう。まあ、自力で、まあ、本当に当てられなかったですけど、当てられなかったんですけど、もう十分さ。やめてよ、マジでミクシー公式さ。これの4体使ってみた動画出すの。当てらんねえ、4体なんて。俺たちには。最後混ぜておしまいだよ。何でもいいだよ、これ。肉ドラシでね。いやー、マジか。マジか、なんか、達成感えぐい、今。いやでもなんかもやっとした達成感なんだよね。それはまさしく自力で当ててないから星玉の力を借りて当てたから、自力で当てた人と比べたらやっぱりなんか中途半端というか、なんか申し訳ないですね。うん、ガチャ神様って言ったら自分で言うのもな、ガチャ柱か、いや課金柱か、課金柱と言われるねチャリコなんですけど、課金して当てたというよりも、ね、ミクシーのシステムで当てることができたっていうのがね、ちょっと悔しいですけど。いや、まあ、うん。いいよ。当たんないもん。俺の自力なんてのそんなもんだよ。うん。そんなもんだ、俺の自力は。ガチで。なんだったらこれ運曲になってるし。初運曲じゃないですか、これ。進化かな。神化か、これ。うん。十分嬉しい。イエーイ。嬉しくねえよ。
嬉しくねえよ。まあでも、うん、運極の種類が増えたからいいとしましょう。オスオスだね、これは。これはもう鍛えておきましょう。あ、そっかそっかそっか。鎌足りはまだまだ運極遠いんだよな。70歳、鎌足り何気に出ねえからな。アンドロメダちゃんは50歳、おめでとう。ああ、そうかそうか、最初そうだ、今思い出したこと引きながら、俺最初原用ガチャ引いてたんだよ。そうだ、そんなことある？何原用ガチャって、許せないよな。でも何気に兄ちゃんも75、なんかいい感じになってきてるね。もう熟成してきてんじゃん。うん、これ全然熟成してないじゃん、まだ15なの。無理だわ、こんなこの原用無理。はい、ということで滑り込みでなんとか新島屋1体確保することができました。厳しい戦いだった。はい、ということで冒頭でも言いましたけど、モンストロ公式動画出させていただきましたので、改めてね、またどっかのタイミングで、ね、告知させていただこうかなと思いますけども、みんなお楽しみに。バーチャンネル登録よろしくお願い、お願いお願い。カレイカレイカレイの王様、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 カレイカレイカレイのダメージ、カレイカレイカレイのダメージ。カレイカレイカレイのダメージ。辛口山口中辛カレーの。辛口山口中辛カレーの。辛口山口中辛辛いの。辛口山口中辛辛いの。辛口山口中辛カレーの。辛口山口中辛カレーの。